外国人から見たアートの世界の、レポーターバルニーです。今日ですね、早速こちらに僕の隣に若いアーティストがいらっしゃるので、はい、ミスターヒロキさんにですね、はい、早速いろいろと、質問してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月1日から11月6日まで2011年ですね、僕のヒロキ個展シーン4、キューブという個展が行われています。でその中で、プロモーション活動の一環としてですね、 iPhone のアプリ、それから SNS ニュースの配信、そして、カラオケの鉄人への映像配信といろいろあるんですけど、その中でもこの街頭ビジョンですね、渋谷、新橋、秋葉原、その3カ所での街頭ビジョンが、取り上げられました。でこのように僕は、いろんな幅広い活動をこれからもやっていきたいと思ってますので、今後ともヒロキの活動をよろしくお願いします。